ちょっと新しい登場で入れてみました。アイムソラです。今週もよろしくお願いします。まあ、今回はもうね、あだこだ言わずにとっとと言っちゃいたいと思います。ということで今週もゲストは柿原哲也さん、てっちゃんに来ていただいております。どうもハロー、グーテンタッグ、グーチャーク、タッグ。ということで、残念ながらこれで最後なんです。もう終わり、エンディング、もうエンディングみたいになっちゃってるけど、エンディングなの、エンディングではないんだけど、もうこれで最後だから俺悲しいなということで、俺はもうね、すごくこんな感じでてっちゃんと仲良くなれたなと、まあ個人的に思ってるわけです。ありがとう。もう友達になれたんじゃないかなと、まあね、そういうあのフィーリングでね、まあこの第3部いきたいと思うんだけど、まあ3部はちょっとこんな企画を持ってきました。名付けて先輩レッスン、思いのままになりきってベストアクトレッスン。はい、どうもありがとうございます。ということでね、まあ、てっちゃんはもう声優として20年ですか、はい、もう20年ですね。ということで、まあ、これまで、まあ、少年漫画の、うん、主人公から、はい、恋愛ゲームのイケメンから、うん、もういろんな役をやってきたと思うんですよ、はい、そうですね。ということで、だからさ、そんだけいろんな役をやってきたてっちゃんに、うん、ちょっと演技を教えてもらいたいなって思って。何をやればいいですか。ですね、うん、まずそちらの台本にお題がいろいろ書いてあるわけね、はい、で例えば一つ目は、うん、ま、いろんなハーレッスンということで、そうそうそう、そこにいっぱいハーがあるじゃない、はい、ちょっと俺にどのハーか言ってください、うん、やってほしいハーを、で俺をそれは渾身の演技でやってみます、うん、なるほど。そして、うん、てっちゃんはそれに対して、うん、コメントもしくは指導、はい、点数など。なるほど。そうで、俺はちなみにそれを受けて、うん、じゃあどういう風にやるのとか、あのてっちゃんちょっとお手本見せてとかっていう風にやっていきたいなと思ってます、うんうんうん、一番じゃ簡単なのやってみようよ。うん、なんでの、うん、はあ、一番使うでしょ、はいはい、なんでと思った時のはあって、うん、こうだよね、うん、きっとはあ、ちょっと違う。いやこれね、難しいのはね、はあ、今のは、うん、はあってなっちゃってるから、 なんでのはあは、うん、今のだとね、若干ね、バカにしたはあも入ってるのよ。はあ、そっか、だからなんで、なんでって普通に、わかりました、あ、いける、ちょっと待って、難しいこれ。ええ、ちょっとてっちゃんなんかさ、うん、俺にさ、うん、なんで頭ピンクなのって言ってくれない。なんで頭ピンクなの。はこうじゃない、は、うん、は、あ、いい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 、いや、そのシンプルなはいいよ。あ、ほんとはって言った。そう、は、あー、いいじゃん、いい、いや、だからいいじゃん。なんでっていうことは、うん、俺の頭の中ではきっと、うん、瞬発的に出てくるものかなと思って、うん、じゃあ、ためずに、は、うん、って感じかなと。そっか、じゃあちょっとさ、うん、力をためるはやってよ。これはね、うん、いける気がするわけよ。いける、うん、はい、はぁからの、なんでとわぁあ、なんでの、あ、ちょっと待って、わかったわかった、わかった、今の言ってること、わかったわかった、力をためる、はぁってやって、はぁからの、なんでの、ははちょっと、俺、あなた俺で遊んでるでしょ。いや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 、でもこれ難しいね、そういうゲームですよね。で、次何の、はぁにしましょうね。じゃあ、呆然の、はぁ、呆然の、はぁ、呆然の、はぁ、家に帰ったら、うん、家が燃えてる。はぁみたいな。はぁ、いいね、いいね。これ、はい、ちょっとどうしようかな、うん、てっちゃんにちょっとなんかお手本見せてもらったりしたら。いや、俺ね、俺は面白くないよ、ほんと。ほんと、じゃあちょっと今のプロだもん。いや、ちょっとじゃあプロの、うん、呆然の歯から、うん、力を貯めて、はい、なんでの歯言ってみてもらいたいと思うんですけど、どうでしょう。わ、はい、かりました。それでは、はい、お願いします。うっす、ただいま。は、はー、は、あの、面白かったけど、面白かった、今面白かったけど、やっぱり声量じゃなくて、こっから出てくる
力が感じられました。この倍音っていうんですかね。あ、そうなの。やっぱね、体響かせてやってるから、うん、倍音はね、やっぱこれはもうプロフェッショナルな、うん、何年もやって体がそれを覚えて気づき上げるものだから、うん、そう簡単にはちょっと違う、ね、なんか、うん、まあ、自分から出てる音とてっちゃんから出てる音だからさ、もちろん聞こえ方違うと思うんだけど、うん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 、違ったね、パワーがなんかここら辺から出てきてる。それよ、どうやってやったらいいのそれ。むずいね。今こうやって喋ってる時は倍音カットしてんの今、うん、はあ、今こうやって喋ってるのはもう全部クリアな音をピーンって張って喋ってるんだけども、うんうん、今こうやって喋ってるのは倍音を入れて喋ってる。なんかちょっと音に丸みが出る、響く感じ。そうだね、こう包む感じのが倍音でボッてくるのと、はい、うん、何もしないとカットしたらこういう感じになる。あ、そうだ。俺が普通に喋ってる時はその倍音とかやったら何も入ってないよね、きっとね。はい、そうだね。そらくんはなんかアイドルだからキラッてした感じの、うん、そうね、そうストレートな声が持ち味かなと思う。あ、そう、倍音。またこれなんか難しいのを言ってきましたが、それをじゃあてっちゃんは習得するまでどれぐらいかかったの？生まれつきかな。うん、いやこいつ、うん、じゃあちょっと、うん、次は、うん、いろんなごめんごめんです。だからさっきのハーよりはもうちょっとこうね、セリフになってると、だいたいごめんって言ってる時点で、うん、謝ってるよね。そうだね、だいたいは。だからその謝りのシチュエーションってことですね。そういうことですね、うん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 、じゃあ瞬発力としてはもう本当とっさに急に怒った時のこと、はい、友達にぶつかった、はい、ごめん。あー、でもなんかちょっとにやけすぎかな。あ、にやけすぎ、ごめんって言っちゃった今。え、でもさ、ぶつかったんでしょ。うん、あ、ごめん。おお、それ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 、それリアル。ごめん。友達って確認するんだよな。あー、そっか。そう、バーンってぶつかった時に誰だか分かんないんでしょ。あ、そっか、そっか。やっぱりバーンってぶつかって確認して、うん、あ、ごめんなのかでしょ。今のはもうぶつかることを想定してた。てっちゃん、はい、そうよ。あ、そう。ちょっと次行ってみようかな。じゃあまたもうちょっと、うん、これむずいかも。はい、自分は悪くないのにごめん。あー、ごめん。すっげー喧嘩売ってるじゃん。それだったらさ、うまくいかないじゃん。でもごめんと思ってないんだよね。うん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 。じゃあ、なんで私のティラミス食べたのよ。それは悪いな。へえー、知らない。あ、うん、ごめん。ごめんと思ってないんだよって、ごめんみたいな感じじゃない？心ここにあるみたいな感じ。ティラミス食べちゃったら怒るよ。でも、うんうんうん、自分悪くないのにごめんでしょ。あ、分かった。何？納得してない感じで言わなきゃいけないんだ。納得していない感じ。なるほど。だけど喧嘩売っちゃダメ。ごめん。むず、どっちにも捉えられる。本当に謝ってるように聞こえちゃうね。俺さ、人間的にさ、うん、悪くない時謝れない人間だから難しいのよ。そう、それはもう俺もそうだよ。難しいよ。見下してごめんは？ごめんみたいな感じ。いいね。見下すの得意なのよ俺。得意なの。いいね、今のはいいね。ちょっとてっちゃん、俺のこと見下してごめんって言ってみて。いや、俺そういう性格じゃないからな。でもいいのいいの、言ってみて。やってみるか。うん、俺の耳を幸せにして。ごめん。あ、全然違うアプローチできた。あ、そうきますか、てっちゃん。これはどう、なんで今のやり方にしたの？いや、今ので言うと、うん、いや、もうまさしく本当にごめんとも思っていないくらいで、うんうんうん、俺みたいな人間と話せるだけでもお前感謝しろよ。なるほどね。の気持ちでの、うん、でもなんかちょっとあの足くんづけてるくらいで、足グリ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 ってやるな。ごめんくらいの気持ちで。分かった。あ、生まれちゃった、てっちゃんに。これさ、てっちゃんにさ、ちょっとさ、はい、これやってみてって言ってみていい？何どれどれ。そしたらね、はい、あ、これはよくアニメとかで見るシーンですよ。何？やむを得ず味方を気絶させる時のごめん。ちょこっち来い。ごめん。聞いたことある、そういうごめんいっぱい。ごめん。なるほどね、これだよね。スパッていくやつね。耳元でね。
プロの演技をこうやって間近で聞けるって幸せだよ俺。本当いやこれ難しいんだね演技って。いやむずいよ、うん、しかも一言だからもうさらにむずい。あのちなみにちょっと声優さんに関連で質問なんだけど、はい、まあ、台本をまずいただいた時って多分、自分しか見てないとか周りに誰もいないんだよね、うんうん、でそれてっちゃんってその場でちょっとあこういうものなんだ台本を事前に見ていく、うん、見ていく見ていって、うん、じゃあこういう演技にしようかなって考える。うん、なんとなくね。なるほどね。なんとなく考えに行った後にさ声優さんの収録って、はい、まあ、数名で行われる時もあるじゃない。はいはい、もちろん相手がいることによって演技が変わるっていうことはある。もうそれがお芝居だから。そっか。一番やっちゃいけないのは、うん、家で自分のお芝居を作って持ってきちゃう人は、うん、やっぱ良くないよね。なるほどね。やっぱ人とお芝居をして人と一緒にこうお芝居を相手のを聞いて初めて、うん、自分の芝居が変わるわけだから、うん、その自分がも作ったものをその場でやっちゃって相手の芝居を聞かずに、うん、もう作り上げたものが正解と思ってやってる人は、うん、まあ、大変だよね。なるほどね、うん、ある程度は自分で考えつつもフレキシブルにその時に自分で生の演技をやらなきゃいけないっていうことか、うん、そうですね。お芝居ですからだって。というところで、はい、第3部は終わりたいと思います。はい、てっちゃんありがとうございました。どうでしたか。いや楽しかったですよ本当。3部あったけれども、うん、たくさんお話もできたし、うんうん、ということでここから俺から2つお願いございます。はい、2つ。まず1つ目、はい、第2部で使ったそのガチャにサインしてください。はい、わかりやすくこの後ろに書きますね。お願いします、はい、ドーンといっちゃっていいよ。いい、書いちゃったんで、うん、ありがとうございます、はい、そして、まあ、この番組は実はですね、はい、まあ、てっちゃんのように第一線で夢のようなお仕事で活躍している人をたくさん呼んでいるわけです、はい、でそういう夢を実現してきた人たちから、まあ、世界中の人たちにね夢を追う人っていうのはたくさんいるから、うん、メッセージをいただきたいなと思っていて、ほう、ぜひてっちゃんの方から世界中の夢を追う人にメッセージをお願いします。僕もね18でトランク一つでドイツから日本に、渡ってきて、なんか変なね若い自信というものだけトランクに詰めてやってきて、気がついたら今こうやってねソラ君に呼んでいただいて、世界中の人たちに発信するこの番組でね、ちょっとこう発言させてもらえるこんな状況になっています。ここまでのことは自分では想定もしていなかったけれども、まず皆さんビジョンを作る、思い描くっていうことが僕はすごい大切だと思っています。10年後こうなっている、20年後こうなっている、自分がスーパースターになっている、自分がこういうふうになっているっていう最上級のことを想像してください。そこに必ずたどり着くことができると思っています。必ずもしたどり着けなかったとしたら、そのあなたの代わりにもっと頑張った人が誰かがその立ち位置にいる。でもできれば自分がその場に立ってたいよね。じゃあ皆さんやるしかないんです。ぜひ、皆さんその夢を追いかけて、できればね早く日本でお会いしたいなと思いますし、僕もこれが収束したらな、みんなでまた海外に行ければなと思っていますので、それまで、一生懸命前を向いて頑張っていきましょう。頑張れ。ありがとうございます。俺もたくさんの夢を持って実はこの番組とかプロジェクトをスタートしたので、うん、すごくずしんと響きました。本当ですか。てっちゃんありがとう。最後にこちらこそありがとうございます。ということでじゃあこれで、3週分すべて終わりです。ドイツ語で、うん、Thank you bye bye だとなんて Thank you bye bye、うん、簡単な方にしてもらって、チュースにしようかな。チュース、チュース、ダンケシン、ダンケシン、チュース。俺も頑張って言うね。じゃあそれを、はい、最後に言って終わりましょう。はい、せーの、ダンクシューン、チュース。ドイツ語かっこいい。てっちゃんありがとう。ありがとう。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。